この間ね、ライジンのですね、リングアナをやったんですよ。リングアナを。いや、すごかったっすね、熱気が。皆さん見てくれました？リングアナ。リングアナって、青コーナーとかやるじゃないですか。赤コーナーとか。わかります？リングに入って選手たちが戦う前に呼ぶ係。それを、それこそブレイキングダウンの影響なんですけど、依頼いただいてですね、榊原社長に本当に感謝なんですけども、やってきました。どうでした？皆さんこれ。はい。一応ね、動画は多分どっかに上がってると思うんですけど、まあ、その著作権とかいろいろあるんで、会場でヘアメイクの女の子が撮ってくれたね、やつがあるんで、流します。はい。またこれ下手くそとか言われてもいいよ。俺本当にこれも挑戦したんで、見てください。はい。バカにしないでください。傷つくんで。いきます。これ当日のやつ。ただいまより、本日の第9試合、ライジン。フェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー173センチ、 65.90 キロ、 28戦20勝6敗、岩手秋田県能代市出身、第10代シュート世界フェザー級チャンピオン、初代ライジンフェザー級チャンピオン、令和のシュート伝承者、斉藤裕太さん。赤コーナー170センチ、 65.90 キロ、 25戦19勝6敗、東京都足立区出身、現ライジンディープフェザー級王者、牛久潤太郎。レフリー福田雅人。はい、ということですね。こういうことはですね、やらせていただきました。まあ、初めてのことだったんでね、めちゃくちゃ緊張したんですけど、本当に、まあ、ライジンのね、選手の方々、そしてスタッフの方々と、榊原社長には、はい、本当に感謝です。あと、まあ、これを繋いでくれたね、ライジンの企画させていただいている方もいるんですけど、本当に感謝しております。まあ、緊張の賜物だったんで、うまくできたかどうかわかんないんですけど、自分なりに一生懸命やりました。で、タイトルマッチだったんでね、斉藤選手と、シック選手のタイトルマッチだったんで、まあ、タイトルマッチに水を差すわけにはいかないんで、自分なりにすごく気を使ってやったんですけど、はい、その2人にも感謝したいなと思います。はい。で、牛久選手がね、結果的に試合に勝ったんですけど、すごくいい試合でしたね。で、牛久選手最後のインタビューで言ってたのよ。最近 YouTube 始めたらしくて、その YouTube を始めたのも、ライジンが好きだし、格闘技が好きで、少しでも広げていきたいからっていうことを言ってて、泣いてたんだよね。それ見てちょっともらい泣きしそうになっちゃってて、まあ、自分もやっぱ思い入れのある試合じゃないですか。自分がこうやってコールをさせてもらった試合なんで、一生忘れることができないし、二人ともすごく頑張ったなって、本当に思うし、あ、牛久選手、そういう思いでやってきたんだなっていうのが十分伝わったんで、どっかのタイミングでこのチャンネルもね、その時会っただけで別にお話ししたわけじゃないんで、知り合いじゃないんだけど、なんかのタイミングでコラボとかできたらいいなって思ってます。はい。僕も、ね、おかげさまで80万人超えてきたんで、向こうのチャンネルの宣伝にもなると思うし、まあ、メリットあると思うんでね、はい、いいかなって思います。まあ、でも本当にやっぱ選手が主役なんでね、はい、僕がね主役じゃないんで、はい、まあでもいい経験させてもらいました。うん、僕は何でも挑戦していくスタイルで、これからもやっていこうかなと思ってますんで。はい。ということですね。ちなみに、1回目のライジンのプロの方じゃなくて、そのいわゆるこうインフルエンサーの方で、1回目のリングアナは宮迫さんだったんですよ。宮迫さんが1回目だったんですよ。第1代目。第2代目は翔子さん。で、第3代目に青汁なんで。はい。すごい光栄でしたね。